トリニティデスクトップ環境は KDE 3.5のフォークで区分津が KDE プラズマ4に移行した後に区分津のリミックス版を調整していたティモシー・ピアソンによって組織され主導された。プロジェクトはバグの修正、機能の追加、最近のハードウェアとの互換性のあるリリースを続けることを目標としている。トリニティはデビアン、フェドラ、 Ubuntu などの様々な Linux ディストリビューションのためのパッケージが用意されている。また、少なくとも2つの Linux ディストリビューションでデフォルトのデスクトップ環境として使われていた。3.5、12からは自らフォークした TQT として知られる QT3 のフォークを用いている。トリニティの初期のリリースにおいてはバージョン付けのスキームは KDE3.5 のそれをベースにしていた。 R14.0 リリースは新たなバージョン付けのスキームを導入したが、これは KDE にバージョン番号のみで比べられるのを避けるとともに、新しいテーマの導入のためであった。この新しいテーマは KDE リニアットに基づく。これに先立ち、トリニティは KDE3.5 のテーマと KDE3.5 のブランディングをトゥドブランディングに置き換えるなどして維持した。ありがとうございます。